神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ R.I.P. 井口。猫が大好き45歳チョコバニラボーラーラインチャンネル略してチョコちゃんにゃんにゃん。今日はですね、お知らせですね。9月1日のチョコちゃんカップまでですね、半月切りました。ということで、まぁ、ちょっと再度ね、大会の説明とか、大会についてのもろもろをちょっとトークしていこうかなと思うんですけど、今日のゲストはヤギです。ヤギになってんのかな？ちょっとヤギ寄ってもらっていい？ヤギになってんだけど。はい。まあ、なんでヤギかって言ったら、詳しくは猫ミームの動画を見てくださいっていうね。猫ミームの動画は概要欄に URL 貼っとくんで、まあ、すげえ暇な人は見ておいてくださいということで。で、チョコちゃんカップが始まりますと。9月1日ですね。はい。まあ、多分、どっかに貼っときます。この画面のどっかにね、貼っときますけど、日曜日にあるということなんですけど、まずね、これね、大会のコンセプトというか、こんな大会だよっていうのは、とにかく、私はまだ大会まだですよみたいな人から、ある程度ガチめな人まで、多分みんな同じ土俵に立って、勝負論が出てくるというね、そういう大会にしていきたいな、という形の大会です。なんで、自信がない人とかもね、全然出てもらっていいと思います。昨日、今日、ジャンプし始めました。っていう人、どうだろうね、どう思う？ミドルキックは飛べたらいけんじゃん。そうだよね、はい。ミドルキックは飛べればいけると。だから本番までにミドルキックは練習しててくださいって感じですね。だからまあ様々な、レベルの人たちにまあ楽しんでもらいたいなということですけど。あとは、まあ、最近お盆期間なんで、遠征組とかもちょっと大歓迎したいなというところですよね。今年結構パス買って通ってる人の顔ぶれ、が結構新しい人増えてきたっていう感じだと思うんですけどね。なので、多分ね、新しい人たちとかも、イベントとかさ、まだやってないからさ、結構さ、大会出る前ってさ、まだ見ぬすごい強者たちが大量にいるんじゃないかみたいなさ、そういうイメージあるんだけど、意外と大体皆さんのレベルなんですよ。大会に出る人たちって。そんななんか、若みたいにミドルキッカーでね、1080やるやつなんてまず見たことないんで。いたっけ？まあそういうできる人もしかもハンデがあるからね。結局同じ土俵に立たされるっていうね、とこなんで。まあ本当に日頃皆さんが、多くの人たちが練習してるトリックが、まさにその採点対象となるような、そういう種目になってますね。はい。周りはいいってもんじゃないですか。そう、周りはいいってもんじゃないですしね。まあ特にミドルっていうとこで、回れる限度があるんですけど、まあその辺のルールはちょっと、まあ少し後で説明するんですけど、賞金決まりました。まず、ステージが全部で4つあります。予選ステージ。で、セカンドステージ。サードステージ。で、ファイナルと。4つあるんですけど。セカンドステージに予選から進出するのは、20名が進出するということで。その参加人数によってね、人数増減、その場で臨機応変に変える可能性あるんですけど、基本20人通過しますと。で、20以上になることもあるんですか？だ例えばさ、20位と21位と22位がさ、全然差がなかったとかになったら、ジャッジ困るじゃん。ストレートエアのさ、順位付けってめっちゃむずいのよ。だから非常に点差がつきづらい種目、それがストレートエア。まあ、とにかく順位が出づらいんで、そうなった場合は枠が22人とかに増えちゃいますよ、みたいな感じに考えてます。で、ただセカンドステージに進出した時点で、1人2000円もらえます。進出者全員。ちなみに、この大会のエントリー費が1人2000円なので、元は取れますと。だから予選さえ抜ければ元が取れるということで。で、そこからセカンドステージからサードステージに上がるのは12人が上がります。20人から12人。はい。その12人にはさらに追加で1人3000円支給しますと。支給って給料か。で、1人3000円ゲットなんで、サードステージまで行ったらこの時点で5000円もらえちゃうと。いうことですね。12名は間違いなくプラスになって帰っていくという戦いでございます。はい、そして、ファイナルが6人進出します。で、ファイナルに出ちゃうとさらに追加で1人5000円もらえます。なんで、フ
ファイナルに進出した時点で、その6名は1万円をゲットできるという仕組みになってますね。で、表彰は上位3人ということで、まず第3位、賞金、ここからさらに1万円もらえます。そして第2位、第2位は4万円もらえます。そして、優勝者10万円もらえます。なんか、プロの大会でたまにこんぐらいの賞金やってるとかってさ、一般の人がさ、普通に週末参加してさ、この賞金もらえるって結構でかくない？でかいですよ。でかいよね。はい。でかいよね。だって優勝者はだって通ったら結局11万円もらえるってことでしょ。ですね、板変えちゃいますね。板変えちゃいます。板変えるじゃん。新品のさ、来季モデル。まあそういう形になってます。っていうことですね。で、これが賞金のお話。そのさっきその賞金の説明の時に各ステージの話をしたと思うんですけど、ステージの進出内容、要は各ステージごとのそのお題、完全のそのみんなが同じ土俵で戦うというためのお題なんですけど、じゃあちょっと行ってってもらっていいですか、予選から。見える？いや、見えません。あ、見えない。この辺に来るわけ。あ、この辺に来るわけ。はい。どこに目ついてる？はい。はい、予選は？予選はファーストステージ。好きなストレートですね。ストレートですね。これ見せない方がいいですか？あ、いや、見せてもいいんだけど、まあ、ただ、どっか、どっかに出てる。画面の端にちょっと出すんで。はい。好きなストレートですね。ストレートエアなんで。だからまあ、オーソドックスなインディー、ウェドルとかから、トゥイーク、クロスロケット、クッキーモンスター、ただ、シフティーとかでもいいよね。まあそういったスピンのないストレートジャンプがファーストステージということですね。はい。これは3人のジャッジによる採点制なんですけど、採点基準は、高さと、あとトリックの完成度。ストレートをスムーズに抜けて、スムーズにグラブをして、着地をしっかり決めたみたいな、そういう完成度。オリジナリティじゃないですか。オリジナリティもそうだね。独創性もあったね。そうだそうだ。完成度、高さ、オリジナリティ。その3つでが採点基準となって勝負していきますと。あ、違う！ファーストステージからハンデのこと言ってねえよ。あ、ハンデ。そうだ。セカンドステージまでは、プロとか、ライダーと呼ばれる人たち、スポンサーがついてるとか、なんか、そういう人たちは、やっぱ上手いので、ハンデとして、ファーストステージなんですけど、スイッチのストレートになります。スイッチ縛りです。スイッチのストレートしかトリックができないっていうね。めちゃめちゃむずいと思います。スイッチオーリーをきれいに決めて。スイッチの、まあ、そんなスイッチのストレートをやる、うまくやるやつなんて、角野由紀か長谷川大河ぐらいしか見たことないんでね。ということで、スイッチのストレートで同じ採点基準で、平等に、平等じゃないけど、戦ってもらいます。いただきますが、はい。スイッチオーリーもちゃんとできちゃうプロがいるわけじゃないですか。長谷川大河君とか。うん、まあね。そのクラス来たらどうしましょう、うん、タイガが来たら、まあタイガは言い過ぎだよね。さすがにタイガ出ないと思うけど、はいはい、まあそれクラスだよね。それクラスの、いや、やばいやつが来たら、倉庫に眠ってる、透明ボードで飛んでもらいます。透明ボードか、うん。CVB130 のどちらかを選べます。CVB130 ちょっとね、CVB130 はちょっとかわいそうだから、レギュラーでもいいよ。あれはね、透明ボードもスイッチでやるんですか？透明ボードもスイッチですね、それ。もちろんもちろん。あんまり名もないような、ちょっとしたライダーとか、ちょっとした、ね、プロクラスみたいな人は、スイッチ縛る。そして、超一流とかになってるやつが間違って出てきた場合は、透明ボードか、CVB130 のどっちから出てもらいますんで。レンタルボードでありますんでね。ということですね。まあそれはセカンドステージまで続くハンデとしてありますんで。で、そのセカンドステージのお題は好きな180ですね。180ですね。180だから、まあフロントワンか、バックワンかってことになりますよね。だからまあスタイルの出し方で勝負が決まってくるのかなっていう感じですね。採点基準は一緒。高さと完成度、スタイル、オリジナリティ。そこ一緒ですね。まあ、180。好きな180。もちろん、プロライダークラスは、スイッチラル。ハーフキャブもしくはスイッチバックワン。で、戦うということになりますね。はい。で、そして、サードステージのお題は？セカンドステージの、はい。通過順。通過順。順位順に、はい。回転方向が決められているので。あー、なるほどね。その中で、はい。540まで。のトリック。
のトリック、はいはい、だ1位はスイッチバック、2位はキャブ、3位はフロントみたいな感じでこう表がリストを作っておくんで、そこの空欄に要は通過順ごとにこう名前が入ってきますと、自分の入った順位が何のスピンの回転数になるか、回転方向になるか決まってないんだけど、その指定された回転方向での540までのスピンがサードステージのお題になります。ていうかだいぶさっきから運要素だねこれで、そうだね、万人に可能性のある大会なんで、そうですね、なるほど、持ってるやつが上がっていくみたいな感じだよね。あとはどんなお題が来ても完璧にお題をこなせるスキルを持ってる人ってことだよね。そうですね、はい、サードステージむずいな。で最後ファイナル、ファイナルは自由です、ね、あ、ファイナル自由、ここでやっと解放されるんですね。ようやく解放されます。なるほど、じゃあもう思い通りの技をができるのはもう参加者中6人しかいないということですね。決勝の判定基準だけ点数が同率とかで並びそうな僅差な場合とかは難易度も選択基準に入れますっていう感じかな。一応それがステージ進出の内容ですね。とあとジャッジポイント、はい。でこれ全部に対してなんだけども、そのプロとかライダークラスは1人1本までしか飛べません、はい。ただアマチュアとかその一般の人たちね、一般の人たちは、申告1人2本制というものができますと。1本目飛びます。でジャッジが出る前に飛んだ後で、まあ、ジャッジなり MC なりに2本目に行くかどうかをその場で教えてください。例えば1本目で満足したら2本目はもうやらないですって言っちゃっても OK だし、1本目微妙だったら、2本目行きますと申告してもらえれば、一般の人たちは2本目も飛べ、2本飛べますマックス。ただ2本目行った時点で1本目の試技は削除されます。だから一番まずいパターンは1本目が若干微妙だったと、じゃあもう一回満足いくのやりたいから2本目飛びますって行くんだけど、2本目で大失敗しちゃったら1本目でやめとけばよかったのになっていうことになります。1本目がそこで採用されることはなくなっちゃいますんで、まあただ明らかに失敗した時なんかはもう1機残ってますよってことなんで、はい、それを申告制で報告してくださいという形ですね、はい。ファイナルだけは、うん、全員1人2本確定ですね。ああなるほど、ファイナルはそっか1人2本確定だね。まあ確定です。あ、はいはい。じゃあ大会の申し込み方法ですね。申し込み方法は事前受付してませんので、我々何人出るか本当に分かんない状態なんですけどね。当日受付のみです。当日の朝9時半から10時50分の間にフォースの東海の受付に来ていただいて、受付でエントリーをしてください。その時、まあ、滑走料と大会参加料を合わせていただきますってことで、で、その参加費用さっきも言ったんですけど1人2000円ということで、で滑走料金別なんですけど、当日は3時間券でもう丸1日滑れちゃいます、はい。まあでパスの人はまあいつも通りパスのね保険料200円だけ払ってもらえればいいんですけど、そうじゃない人たちは、3時間券6時間券とかを別に買ってもいいんですけど、別に意味はないので3時間券買って滑ってください。賞金決まったんですけど、その賞金を、出してくれたこの今回の協賛会社ですね、紹介しておきますけど、まあメインで協賛してもらってるのが S メタルさんというね、私の友人がやってる鉄を集めてる会社なんですけど、この大会に対して商売的な旨味が全くないので別にそんなに宣伝してくれなくていいですよ感をすごい出してました。私とのその関係性だけでこの大会に協賛をしたいとってことでね、 S メタルさんと、そしてもう2つが、思考急便さんと、K プランさんってことでね、 K プランさんは鍵屋ってるんですよね、鍵屋さん、鍵屋なんですけど、 こういうただの情報ももちろんやってるでしょうけど、会長さんが言ってたのはマンションとかのオートロックとかのシステムとかも組むみたいな感じらしい。それめっちゃ儲かるんだって。うん、鍵屋めっちゃ儲かるよって言われて、と思ったけど、まあ入居者変わったら絶対変えなきゃいけないですよ。まあそうだよね、それだし最初に新築でマンションできたらそのマンション1棟の鍵全部だからさ、うん、っていう仕事あるんだなって言われて初めて
気づきました。鍵屋って言ったらね、なんか鍵の119番とかそんなぐらいしか思い浮かばないからさ。で、思考急便さんは運送屋さんなんですけどね。まあ、冬は我々に冬のお仕事もくれる、はい、非常にお世話になっている、社長さんでございます。社長さん、会長さん、会長さん、会長さんですね。その会長さんが私をヘブンストアのショップに紹介してくれた人なんで、その会長さんいないと私あのライダーになってないっていうね、そもそも、そういう、まあ、恩人の方でもありますんでね。そんな恩もこう20年か20年以上経ってもうね、こういった形で一緒にお仕事っていうか協力してやっていけるっていうのは非常にね、あのありがたい話ですけどね。まあ今年の冬もお世話になりますということで、ということでね、まあ以上が、チョコちゃんカップ9月1日に開催ってことなんですけど、まあ最低限本当に普段来てる人はみんな出てほしいよね。なんかそうですね、うん、てか出るでしょって思ってるよね。毎日飛んでんですから、うん、遠征で来て大会出ますっていう人もいるかもしれないですけど、うん、そういう人たちが出といてね、そうです、アドバンテージあるんですから。そう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 、毎日滑ってる人たちは出ないなんてありえないよね。だから、図式としては最近来場回数が減ってきている旧ローカル対最近今年から頑張って通ってる人たち、VS よそから遠征してきてる人たちみたいな、それでこうバチバチに競い合うっていう内容でもないじゃん。運要素も強いからさ、そうですね、なんかそういうのでなんか皆さんで交流を深めていただけたらいいかなと思いますんでね、はい、まあ、とにかくいろんな人たちに出てほしいなと思ってます、はい、だって540だったら下手すりゃ50代のファイナリストとかも生まれるかもしれないわけでしょ。いや、いますよ。まあ、いるよね。しかも5ができなくてもいいんですから。まあ、あ、そっか、できなくてもいいんだ。そうです、180から5までができれば、まあ確かにそうだね、いいんですよ。だ3までしかできなくても別に、いやいや、180ができればいいんですよ。あ、いいのか、ファイナルまでいけちゃうんで。そうそうそう、180ができればいけるんだ。なるほどね。まあ、非常にチャンスがある大会ということで、とにかくね、もう9月になるんでね、お盆が終わるとみんななんか不思議と自然とスノボしたいっていう欲が突然湧いてくるのでね、その起爆剤にもなればいいかなと思うんでね、ぜひ、皆さんね、9月1日はフォースの東海で、チョコちゃんカップ2024、果たして2025があるのかわからないんですけど、はい、ぜひ参加していただければと思います。はい、9月1日の大会開催日ですが、はい、一般来場も受け付けてますね。ああ、普通にも滑り、はい、あ、そうだよね、大会に出ないよっていう人でも、うん、滑走はできます。ああ、なるほど。大会時間中はミドルが使えないけど、スモールとビッグの方は一日中使える。そうですね、っていうことですね。で、はい、その方々も時間券3時間ですね、うん、確か、うん、いつ来ても3時間券の料金で1日滑れちゃう、1日券の代わりとなります。なるほどなるほど、お得ですね。お得じゃお得ですね。はい、じゃあまあぜひね、まあスモールビッグ使って練習しつつ、なんか大会の風景をね、まあ見て、いつかは自分スモール飛んでる人たちなんかね、次は出てみようとか思ってもらえたらいいなと思いますんでね。詳細は一応ホームページに載ってますね。ホームページに、はい、そこは載せてくれたんだね。そうだ、ホームページの部分にバナーがあるんで、そこから見れると。あとは、フォースの当該のインスタにも載せてますんで、インスタのトップのフィードのトップ部分、あのチョコジャンカップの、まあこの今見てた紙がね、あのそのまま見れますんで、チェックしてもらえればなと思います。じゃあ以上、あと半月を切りましたんで、練習時間あまりないので、皆さんぜひフォースの当該のミドルキッカーで練習しといてください。以上、チョコバニラボール新井とヤギでした。お疲れ様でした。みんなが愛したヤタベのひとしバツバツバツイグチドープでマジックなシックな命バダラオ忍者でのジャンプサッションどっちも引くことなく挑み一歩も引かずにライダー気取り業界沿った俺たちの気負いイグチ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 